先日の焼きキットカットを作って以来、炙るのが大好きになった、炙りーマンです。早速セブンで買ってきた、少々硬め、かっこ50代の金玉程度のわらび餅を炙ってみました。バーナーを点火し、炙っていきます。親戚のおじさんの金玉を思い出して、わらび餅の表面をくまなく炙っていきます。美味しくなあれ。美味しくなあれ。美味しくなあれ。もっとお年玉ちょうだい。炙りわらび餅です。焦げ目がついて、まるで炭火で焼いた焼き餅のような香ばしい風。でもまあこれだけじゃまだ炙り足りなかったので、紅生姜も炙ってみました。いい感じの炙りファイター。炙り好きにはたまんないこの炎、この匂い、そして熟女の疲れ切った乳首のような焦げ目、はぁ、炙り紅生姜です。炙ったところで味はまあ変わりはしませんでした。皆さんが想像している通りのあの味です。ということで皆さんが考えた、これを炙ったら美味しいんじゃないかっていうものを募集します。コメント欄にどしどし書いておいてください。そんだけ。つべこべ言わずにチャンネル登録の方よろしくブス。さっぱり連れてってください。あの、うんこを入れたお持ち帰り袋も私どもが持ちますから。お願いします。散歩に、散歩に、散歩に私どもを連れて行ってください。